皆さん、こんにちは。今日は、今日、の買い物をしたものをお見せしようと思います。別にね、ちょっと買い物とかしてるし、取り立ててっていうあれでもないんですけども、ですね、まずはね、これ、カップラーメン。普通のやつ。普通というか、ビッグかな？ビッグ、ん？普通？わかんない。普通かなんかね。うん、普通味のと、こちらがパエリアのです。別にこちらも前から出てるし、はい。なぜこの二つを買ったかというとですね、よく、こういうのありますよね。こういう袋の置いてあって、トッピング。これ、ちょっと、前からあるのかな？白謎肉っていうの。はい。これ白謎肉がちょっと気になって、まあ、この二つを買いましたと。対象商品というかね、カップ麺二つ買ったら、これもらえるということで。はい。ね。たくさんありますよ。なんか種類がね。ほとんど覚えてないんですけど。普通の謎肉と、なんだっけ、ポテトとかあったかな。なんかチーズ系のなんかあったかな。はい。で、今回はこれ。これね。ちょっといつ食べられるかわかんないね。ちょっと今日買い物紹介みたいな感じね。はい。こちらもですね、前からあんのかなんか知んないですけど、ペヤング焼きそばのね、東と西？ん？東西？うん。ハーフ&ハーフです。よくね、カップ麺、うどんみたいな、どん兵衛みたいなやつかな。とか、ね、昔から東と西で味が違う、出汁が違うなんて言ってますけど、これもね、なんかちゃうんでしょう、やっぱね。うん。味がね。私がね、初めて、ペヤングにハマった時は、東でいたんですね、その時だけ。はい、東でいましたね。で、まあでも、そんな味とか覚えてないですよね、そんなね。うん。遠い昔ですから。今は、こっち、西の方なんで、ね。こっちの方を食べてるわけですけど。さあ、これをどうやって食べようか。まあいいや。というわけで、こんな感じです。それから、ちょっとですね。これ、うん。これは、これは今のは、なんだっけ。レディー薬局ってとこです。レディー薬局ね。私の好きなダックワーズが売り切れてたとこなんですけど、で買いました。これで、今から出すのは、これはコスモスっていうとこで、ね、コスモスっていうドラッグストアね。ドラッグストアのはしごやってんだけども。はい。これは冷蔵のとこにありました。モンブラン、生ドラ焼き。はい。モンブランのドラ焼きです。はい。それから何買ったんだっけ？あ、そう。このね、無糖の紅茶ね。はい、無糖の紅茶。今から飲むとちょっとね、寝らなくなったら困るんだけど、もう一個ね、あら？出てこない。さっきのね、レディっていうドラッグストアで買った、栄養ドリンクですね。はい。はい。最近ちょっと時々買っちゃいます。なんかね。うん。ついつい。糖類、カフェインゼロ。はい。3本入りで、278円かな。はい。あ、待って、これコスモスか。あ、これコスモスだ。あ、はい。コスモスで、278円。うん。で、コスモスはね、その書いてる値段がそのままなんでね。免税店なんで、はい。安心してね、買っちゃいます。では、こちらを、まあ、ちょっといただいてみようかなと思います。あ、これちょっとあれだな。うん。よし。これは、なんかケースにね、入ってますよね。こういう、この、こう取るって言ったら。これね、これ、逆にこれがあるとね、潰れないようにしてくれてるんですけどもね。これあるとね、ちょっとね、いただきづらい場合があるんですよ。このままだと袋でズズズっとこうずらしてきて食べれるんですけど、これだと一遍にやっぱ持ち上げねえと食べられないので、細かいことをいちいちね、はい。あ、ちょっと潰れてるわ、これ。絵面潰れてる。はい。うん。これがね、刻み栗っつうんですか？がね、これ結構、ほら、ババってあります。はい。いただきます。うん。あ、この、ね。はからずしも、この刻んだ栗の食感いいね。ね。まるっと一個よりかね。うん。これもね、こういう、
キザ巡りなんで、こういう99円という価格で、それは実現してんだと思うんですけど、逆にね、サクサクしてね、噛んだときいい感じ、おいしい、おいしいね、ほんのりとほら、どら焼きの、こう、何？この生地のね、ちょっと、ほんのちょっと苦味とね、これね、モンゴル、甘くね、もうね、このさ、私このホイップクリームつですか？大好きでね、マジ好き、ホイップクリームがめっちゃ好きでね、よくあるんじゃん、ホイップカスタードホイップみたいな、私はね、カスタードを入れずにホイップだけが欲しいんですよ。はい。ホイップを、大量に入れてほしいんですね。たっぷりっていうパンとかあるんですけど、カスタード&ホイップみたいになっちゃってね。いいんですよ。いいんですけどね。ホイップだけが食べたい。大福ね、ちょっとわがまま言っちゃってますね。それでは、とっても美味しいです。コスモスで売ってます。コスモスある方は見てみてね。で、はい、です。それでは、見てくれてありがとうございました。